はいみなさんこんにちはあゆです。今日は一番くじのお話でございます。ということで今日は9月の9日水曜日でございます。いやー天気がねすごいですね。大雨警報がさっき、えー、僕が住んでる東京のね雲出されてまあ外今カーテン閉めちゃってるんで見えないんですが、えー、雨がすごいんじゃないかなと思います。で台風は明日までいるのかなまあ,あの天気には十分気をつけてください。ということで えーっとですね一番くじのお話なんですが9月の5日土曜日に発売されました一番くじラブライブザスクールアイドルムービー劇場版のそしてラブライブのね、えー、一番最新の一番くじ僕も10回引いてきました動画よければご覧くださいで一番くじねよくやる方ならわかると思いますがこういう半券がもらえますで、えー、今回はこの半券でダブルチャンスキャンペーンに挑戦してみたいと思います今回のラブライブの一番くじダブルチャンスキャンペーンは フード付きポンチョ、ダブルチャンスバージョンですね。えー A、賞がポンチョなんですが、それの、まあ要は柄違いということになってます。まあこれが当たるチャンスがありますよ。みんな引いた人には。で、えー、合計100個、全長約75センチの、まあ、こう、頭からね、カポッと、え被、ー、れるポンチョが当たるかもしれないということで、えー、早速チャレンジしていきたいと思います。10枚あります。で、 まあ僕も結構くじは引いている方ですけど、まあそこまでね、大量ではないんですが、うーん、買っている方だとは思うんですけど、当たったことはないです。逆にこれは当たらないと思います。よほど大量に買うか、よほど運が良くない限り当たんないんじゃないかなと思います。では、10枚分ですね。なので10回チャンスがあります。行きましょう。 はい。今、1枚目を入力して、見事に外れました。まあ、これがいつも通りといえば、いつも通り。で、1枚ずつね、入力するのがめんどくさいって人は、複数入力っていうのもあるので、5枚一んに入力することができます。ただし、入力する手間は一緒です。あの、全部打ち込まなきゃいけないので、その手間は省かれないんですが、まあ、一気にね、5個ポーンっていけるっていう面では、ま、あいいのかなと思います。それでは、 えー、今5枚分入力しましたのでちょっと見てみましょうかはいこのくじ画面に来てこのね下の次へを押すともうすぐに結果が出ますいけはい外れということで、えー、まあこんな感じでずっとやっていきますはいそれでは10枚あったうち1枚目そして5枚分がなくなりましたので残り4枚でございますまあね えー、本当に当たりませんフラグでも何でもなく <laughs> はいということで、えー、残り4枚分を一気に複数入力で入れましたでは次へを押してみましょう次へはい残念ということでおしまいです はい。とまあ、くじを買った時はですね、いつもこんな感じで残念残念とずっと残念になってはいるんですが、これ、いつか当たったりするんですかね。まあ、どんぐらいやればいいのかもよくわかりませんが、まあ、買い続けるね、くじをね、買い続ける限り、まあ、えー、この、ダブルチャンス、 キャンンペーンには応募し続けたいいと思いますで、えー、これをやるには登録が必要なんですが特にお金はいらないのでね、えー、登録するだけとなってます。ということであと多分、えー、っとポイントとかをね、えー、貯められてまた何かできるみたいなのでよかったらチェックしてみてください。